기대차! 네! 작작! さあ、2軒目だ。2軒目だった。日本語、英語、中国語、イタリア語、フランス語かな？世界にはいろんな言語がある。私はその中でも、先に言った。5カ国語が話せる。自慢じゃん。ここ、はい、フルサイズだね。フルシー、はい、各国語を勉強しなくてはならない。そうだろ？はい。よろしい。はい、はい、はい。どうやって習得したか、シアンに教えてもらおう。お前何しに来たんだよ。さらばだ。よーし、外国語を勉強するぞ。おお。うるし、英語は勉強できるか？できない。教えろ。英語勉強したいか？生肉かよ。生肉食う前に英語ぐらい話せるようになっとけよ。語学は誰にでもできる。俺は語学できる人は頭がいいんじゃない、時間かけてるだけ。アメリカ人頭いいから英語できるわけじゃないでしょ。はい、単純に使っている時間が長いから英語ができる。語学学習は本当に努力が結果に結びつく。筋トレとか忍術と同じなの。語学学習の手順を伝えていこうと思うね。最初なりに3つあると思うの。3つ？うん。最初に目的を決める。目的。うん。それから文法を勉強する。文法。それから習慣化する。習慣化。そう、この3つの手順で勉強していくのがいいと思うんだよね。なるほど。拙者なりのやり方、何を勉強したらいいのかっていうのが変わってくるんだよね。なるほどな。うん。例えば、旅行に行きたいから外国語を勉強する人。うん。これだったらそんなにたくさん勉強しなくても大丈夫。うんうん。だいたい旅行に使えるテンプレのセンテンスを100センテンスぐらい覚えたら100点。100点じゃねえよ。100センテンス。旅行がスムーズにできて、あ、こいつ外国語できるって、うん、現地の人にも親近感を持ってもらえる。100センテンスっていうのは文法を100文章覚えるってことか？あ、違う。例えば、ありがとうとか、ありがとう、こんにちは、こんにちはとか、さようなら、うんうん、水をください。うん。これがそれぞれ1センテンス。あ、なるほどな。これを外国語で覚えていく。わかったぞ。そう、うん。日常会話の、セリフを10個覚えるって感じか？そうだけど、日常会話プラス、日常会話の簡単なやつプラス、旅行で使えるもの、旅行寄りのもの、例えばパスポートをなくしましたとか、助けてくださいとか。助けてください。そう、日常会話の中でも旅行に特化したものを覚えていくといい。なるほどな。これくださいとか、買い物とかで、負けてくれませんかとか、そういうのを覚えていくといい。その2、文法について。はい。文法はね、やった方がいいよ。文法？うるしい、お前文法とか勉強するの苦手だろ。むじじじ、わからんな、確かに。だから教えろっつんだよ。シアンのおすすめは、シアン流は文法を勉強すること。文法を勉強する。どうやって勉強だ？何？どうやって勉強するんだ？あ、文法は文法書で勉強する。うん。基礎から。文法書は、メジャー言語であるほど結構、メジャー言語であるほど分かりやすい文法書があるから、文法書を使って勉強する。まあ、母国語でやってもいいし、奇襲外国語でやってもいい。分かった。拙者とかは、クメール語は今英語で勉強してる。英語。そう、英語でクメール語を勉強してる。うん。こんな感じで、まあ、分かりやすい文法書でガリガリ勉強していく。これなんで言ってるかっていうと、まあ確かに外国人と いっぱい喋ってたら喋れるようになるんだけれども、それはなんか結構効率が悪い。赤ちゃんが母国語を覚えるのと同じやり方なんだよね。無理？赤ちゃん？赤ちゃん。赤ちゃんは、例えば犬だったら、犬は英語でドッグだけれども、犬をたくさん見て、犬を見て、これドッグ。別のポメラニアを見て、ドッグ。日本語で持ってる犬っていう概念を使って、それに、犬イコールドッグって覚えた方が早いでしょ？犬イコールドッグ。うん。ルシーはね、狼だよ。狼は何？ウルフ。ウ
か似てる。うん、覚えた。今一個覚えたぞ単語。お前ウルフも分かんなかったのか。語学学習の手順その3。習慣化。習慣化。そう習慣化。結局ね文法が苦手だったとしたら、うん、習慣ですよ習慣化。習慣化は最強の武器です。ウルシーはなんか習慣でやってることあるか。習慣でやることはやっぱりお肉かな。毎日違う肉を食べることがマッチの習慣だな。お前肉食ってるだけか。毛づくろいすることが。あーいいね毛づくろい。あとあとな、毛づくろいでできてるんだね。あとあれだぞ、ツイッター見てるやつはわかるかもしれないが、うん、動物の森のやつ。おー動物の森、いいねいいね。そう、まあなんか例えばそういう風に毛づくろいをする前にしながら、うん、外国語のリスニングをする。毛づくろいをしながらリスニングをする。えーとか、うん、動物の森をしながら、うん、動物の森で出てきたキャラクターを外国語に訳していく。おー難しそうだな。セリフを外国語に訳していく。こういう習慣化をやっていくといいと。生かしていくのか日常に。そう日常に取り入れていく。というわけで語学学習のコツ5つ。5つ。その1、とにかく時間を使うこと。使うこと。その2、好きなことを絡めること。絡まります。好きなこと絡まりますよ。その3、母国語を勉強する。母国語後で説明する。その4、四技能を鍛える。後で説明する。その5、習慣化する。習慣化する。毎日勉強する。うん大事だなどれも。そう、うん、お前分かってるな。いや分かってきた。なんかもうわっち今 IQ100 ぐらいはある気がする。あー IQ100 は平均普通。平均どうしたの。語学学習のコツその1。その1、とにかく時間を使うこと。時間を使うこと。そう場合によってはお金も使う。結局は王道が一番の近道ですよ。王道か。そう。なんだ王道って。王道、とにかく時間を使うこと。時間を使って勉強すること。精神論で精神論。今ちょっと生肉のこと考えてたから。はい。生肉のこと考えんじゃねえよ。でもね生肉に対して精通するのもとにかく生肉をたくさん食べるのが大事でしょう。うんそうだな。そう、うん、何に対しても言えること。時間を使うことが結局大事。うんうん、語学できる人は天才なわけじゃない。時間を使ってるだけ。うんうん、最初に言ったようにアメリカ人頭いいから英語できるわけではない。それと同じ、誰にでもできる。時間を使えば誰にでもできる。隙間時間を外国語学習に使っていく。あーなるほど。ことによってまあなかなかガリガリ机で勉強することって難しいと思うんだけれども、うんうん、隙間時間に語学学習なんて頭使わないんだし、そんなまとまった時間いらないから。うわ、例えば数学とかは、うん、めっちゃなんかまとまった時間で勉強した方がいいけど、うん、語学は単語を覚えるだけとか3秒でできるわけ。あ3秒でちょっと覚えられないけど3秒でできるわけじゃん、うん、見ることは。確かに。うん、だからそういうことができるから隙間時間に勉強していくっていうのが大事。日常に取り入れる。そう日常に取り入れる。語学学習のコツその2、好きなことを絡める。うん好きなことといえばこっちあれ好きだ。さっき言ったが動物の森好きなんだが、どうやって絡めていけばいいんだ。そうね動物の森ね。そうゲームが好きなの。あそうゲーム好きだ。そうゲームにゲームを外国語でやる。例えばおえどうやってだ。なんか動物の森はわかんないけど、でも多分動物の森もあるんじゃないかな。外国語版があったりする。外国語版に、うん、外国語版のゲームをやる。すごいなそれ。とか外国語で出ているゲームをやる。あとかあとは有名なやつだとポケモンとかは、うん、語学選択ができる。うん。だからいろんなアプリが結構語学選択できて、うん、あとはスマホめっちゃいじる人とかは、うんうん、スマホの設定を英語にするとか、うん、英語勉強中から。それいいな。なんか嫌がおうでも触れるもんな。そう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 。語学に。ただポケモンの名前って英語とか外国語だとちょっと違うんだよ。おお、そうなの。メタモンって知ってる？メタモン知ってるぞ。ピンクのやつ。そうピンクの中。うん、こう枕とかにすると良さそうなやつ。やっぱお前変なやつだな。何じゃないわね。枕にした方が良くない？枕とかクッション。え、でそのメタモンが？うん、メタモンね、英語で言うとなんて言うと思う？マッチョム。
派？ごめんなさい。これ何言ったかよ。あ、でもね、結構ね、今のね、いいかもしれない。確かフランス語だと、メタモフみたいな感じ。なんて言ってんの？確かね、あ、メタモフはフランス語だとメタモフ、メタモルフォーゼみたいな。のフランス語。なんか変身するときに言うやつだ。メタモルフォーゼみたいな。そう、変身っていう意味。あ、そういうことか。そう。あ、ちょっと待って、面白いぞ。ああ、面白いでしょ。いいよ。楽しいでしょ。まあ、ちなみにメタモン英語だとディットかな。ト全然違う。そう。え、可愛くねえって思うけど。全然違う。ディットはあの口語表現で私も同じくっていうのを意味するのかな。なんか変身能力で私もなるみたいな、拙者もなるみたいな。ポケモンのなんだ意味とか、うん、特性とかをちゃんと英語になってるのはいろいろ覚えやすいし楽しいな。そう楽しいよ。いや、好きなものに取り入れるは本当にいいな。うん、入りやすいぞ。うん、おすすめ。はい、じゃあ次。はい、語学学習のコツその3。母国語を勉強する。これはね、見落としがちだよ。母国語？そう。わっちとかシアンだったら日本語を勉強するってことか？そう、日本語をちゃんと勉強することが大事。なんでだ？だって外国語勉強するんだぞ。母国語の能力は必要。なぜなら母国語の能力がその外国語の能力の運用能力の上限であり基礎になるから。なるほど。だから日本語喋れないのに英語が喋れるわけないんですよ。で、意外とね、日本人正しい日本語喋れてないから。日本語文法を結構間違えてたりするから、それは過去の動画見てくれると分かると思う。なるほど。新年の動画ね、見て。新年の動画見た？見た。そう、あれ分かるだろ。分かる。確かにわっちも間違えてたことがあったぞ。まあ、別に間違えることが悪いとは言わないけれども、外国語を勉強するならなんかそういうことに関心を持った方がいい。だからまずは得意な言語をちゃんとできるようになってから、それを使ってそれが基礎となって外国語を勉強するっていうのが大事。そこをしっかり学んだ上で外国語を学んでいくということだな。そう、母国語をおざなりにする人は筋トレをしないスポーツ選手と一緒。なるほどだ。そう、もう基礎なんだな。そう、基礎。外国語を勉強するコツその4。聞く、読むだけじゃなくて、話す、書く、4技能を鍛える。聞く、話すだけじゃなくて、聞く、読む、話す、書くが外国語の4技能と言われています。へー。で、これらをバランスよく勉強するのが語学学習のコツ。いろんな研究、さまざまな研究で4技能を鍛えると相乗効果で他の技能も鍛わる。例えば話す、そうだな、書く練習をすると話せるようになるみたいな研究がある、で、話せない人は単純にね、話す時間が短いからなんだよね。あー、なるほどな。語学学習のコツ、その5。習慣にする。毎日勉強する。あー、習慣か。だな。そう、さっきから言ってる習慣か。そう、さっきから言ってる習慣。結局毎日勉強するのが大事。毎日コツコツやることが大事。毎日5分でもいいから、その言語に触れるっていうのが大事。毎日やってないとどんどん忘れてしまうからね。1日5時間とかやんなくていいわけですよ。1日5分とか30分とかでいいから、その言語に触れる、それを5年10年続けて、5年、10年はやりすぎだけど、2、3年やってると、だいぶ話せるように、話せる、書けるようになります。あとはテレビを見ながら、これね、結構やる人少ないと思うんだけど、これおすすめですよ。テレビとか、YouTube とかの動画を見ながら同時通訳。同時通訳。なんか難しそう。難しいんだけど、やっていくうちにできるようになる。最初は全然できない。そうだよ。でも、そう、でも単語とかをちゃんと単語レベルでいいから、出てきた単語レベルでいいから言ってみる。文章じゃなくても分かる単語だけ言うでもいいのか。そう、最初はそれでいい。で、それがだんだん文章が言えるようになった。すごいな、それ。目に見えて成長が分かるな。そう、目に見えて成長が分かるからすごい。よし、みんなももっともっと真似でいきたいと思ったら、チャンネル登録、いいねボタンよろしくな。よろしく。 Twitter もやってるから見てみてくれよ。見てね。じゃあまたな。またね。